いや、バナナって美味しいですよね。俺バナナ意外と好きなんですよね。朝食とかなんか間食とかも使えるし栄養あるし、なんかバナナって美味しくないですか。まあワンちゃんにもね栄養たっぷりということでよく与えています。これバナナ攻撃します。バナナ攻撃。角に追いやってます。角にいたずらされてる時の顔ですね。可愛い反応が。まあバナナで遊んでるのは良くないんで、僕が食べます。美味しいんで。だから笑顔だね。皮を剥いているバナナを見るとすごく笑顔になっていますね。さっきとは大違いだ。食べたいのかい？お前も食べたいのか？え、なんだ？その顔は。食べたそうな顔しやがって。あげます。あげちゃいます。ちょっとだけだけどね。俺が食ってちょっとだけあげますっていう。ね、バナナってどの季節になるのか分かんないんですけど、年中食ってる気がしますね。定期的に食べたくなる。まあ安いっていうのもありますしね、スーパーとかで。まあただ真っ黒になる前に早く食べないといけない。まあ何でもそうか。どうですか、スモモさん。バナナのお味は美味しそうだね。好きそうだね。まあ割と何回かバナナを与えているんですけれども、むしゃむしゃとむしゃむしゃと食っております。むしゃむしゃとこのように。まあ、最近暑くなってきたんでね、栄養面もね大事にしていかなきゃね。スモモちゃんはバテやすそうな顔してるもんね。夏バテしてそうな顔してるからね。いっぱい食え。てなわけで今日もバナナを与えるそんな平和な一日でした。皆さんもお疲れ様です。ここまでご視聴していただきありがとうございます。なんとチャンネル登録していただくとスモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。